はい、皆さんこんにちは、スパイゲです、ここはどこかと言いますと、どうでしょうか、僕も分かりませんが今日はゴールデンウィークの、3日ですね、明治神宮近くにやってまいりました。昨日はね、東京タワーのレッドを見に行くのもあったんですけど、ちょっとね、いろいろ行ってきまして、写真ツイートしましたけど、明治神宮行ってきました。明治神宮。知ってる？みんな明治神宮って知らんでしょ、多分。まあ、俺もあまり明治神宮知らないんですけど、あまりというか全く知らないんですけど、行ってきました。明治神宮。どうだったっけ？なんか、表参道とかの近くだった気がする。代々木公園とかの近くかな。昨日超天気良くて、まあ散歩がてら行ってきたんですけど、なんか前にさ、なんか、競馬当たんないうんぬんかんぬんでお祓い行こうぜみたいな話になって、なんか東京のどこが一番有名なんやみたいな話したら、明治神宮って書いてる人がいたから明治神宮行ってきたって話だけなんだけど、マジで。明治神宮の人が書き込んだかもしれないけど、明治神宮行ってきたわ。でもなんかゴールデンウィークだからすげえ人多かった。マジで。うわぁ、マジか。どこに行ったんこのバイパー。くそディフェンダーの勝利。くそ悔しい。おわ、俺何しに明治神宮行ったんだよ。見てくれ、ほら。見てくれ、かっこよくない？明治神宮の案件じゃありません。すげえ。ほら。なんて読むかわかんねえけど。これが俺はもう最強や。どうだっけ、明治神宮があるのが渋谷区だ。渋谷区代々木って書いてるから、そう、代々木公園の近くの駐車場に止めて行ってきたんですよ。前回俺の競馬はなぜ当たらないのかという話をしたと思うんですが、やっぱり何かついてるんじゃないかと。僕が競馬当たらないのは何か理由があるんじゃないかと。競馬で当たらないのは、バルラントで球が当たらないのは、やっぱり、ね、何かついてるんじゃないかと思いました、ね、だから僕はね、どこが東京でどこが一番いいのかっていう話をして聞いたのが明治神宮。やってきたんよ、シャーって出した瞬間住所出ないよね。やべ、本名出てるやん。やべ、本名バレちゃうやん。助祭招福、かっこよくない？でけえ。なんか明治神宮の明治神宮のさ、いいよって言われてコメントで明治神宮調べたんよ。で、厄払いで調べたら、厄払いってやっぱほら、年によってさ、なんだっけ、前厄と後厄みたいなあるじゃん。あと翻訳、それ以外は、意味ないみたいな。それ以外は、助祭招福の方にしてほしいみたいな感じで書いてあって。そう。で、調べたら、プランがいろいろあって。まず、祈願祭ってのがあって、祈願祭は、5000円、1万、3万円。が、多分普通のノーマル。ドノーマルのやつがあって、大祈願祭って、大がつくと、5万円から。で、5万円の大祈願祭は、なんか4人で待ってくれる。普通の祈願祭は2人なのね、舞う人が。よ、大祈願祭から4人で待ってくれて、その上に さらに特別祈願祭ってのがあって、これは10万円から、しかも予約制。大祈願祭まではその日行ってそのままできるんだけど、だ、特別祈願祭から予約制で、特別大祈願祭ってのもあって、特別祈願祭に大つけたら30万円。やーべえ。で、なんか4人前のやつが、なんかミコさんが4人出てきて踊ってくるらしいのよ。やばくない？ミコさん4人囲まれて踊られるって。最高やん。見たいやん、絶対。俺、大祈願祭行こうと思ったんね、5万円のやつ。そしたら、今コロナの状況でやったらしくて、大祈願祭。んだよ、と思って。マジかと思って。で、泣く泣く3万円のプランしてきたわ。マネージャーと6万支払ってきたわ。明治神宮に6万サブスクしてきた。
で、3万円のプランは、まあ、こういうのがもらったりとか、なんかこれね、自分の目線より高いところに飾ってくださいって言われたんだけど、俺より目線高いところないんですよ、家に。額につけるしかないかもしれない。俺の額にこうやって。俺より目線の高いとこどこだみたいな。あ、でもなんかちっちゃいのもあるわ、これ。ほら。明治神宮祈願御幣。御幣ってもの。わかんないわ。これなんか、これを持って、なんか、祈願してた。競馬 G1 5連勝当たりますように。これからの G1 当たりますように。ってやつ。これを持って、祈願してくださいってあるところ。なんかでも15分くらいで終わったっすね。本来30分くらいかかるらしいんだけど、15分で終わった。すげえ、なんだこれ。酒でも入ってそう。お、酒入ってるわ。本当に酒入ってた。え、これなんて読むのこれ。これな、何これ。ちょっと教えてよ、これ。これ開けていいもの？神になんかお供えするものこれ。これなんだ？これわかんねえ。これはこれ。もう入ってるよ。神様にお供えした後の鉄線すなわちお下がりです。早速お召しになり、どうぞ神様の御霊の不意をいただいてください。ほう。これが神の飲んだ酒か。神の匂いがする。うわ、かっこいい。なんか掘られとるか。これは？これもお下がりってこと？おかかふりかけ出てきたんだけど。え？おかかふりかけ出てきた。すげえ。おお、すげえ、なんか皿出てきた。これなんだろう、これ。なんか醤油抜け皿みたいなやつ出てきた。なんかあと洋館これ。明治神宮。神饌、神様にお供えする飲食物のことを神饌と言いますって。じゃあこれダメ、食べちゃダメなやつか。食べちゃダメなやつだ、これ。新鮮は。見ろ、ほら。ジョーって書いてる。一番いいやつなんだぞ。これが、特別大祈願祭とかの、もらえるやつどうなっちまうんだ、一体。まだあるぞ。また新鮮出てきた。これも開けちゃダメなやつ？これダメ？これ開けちゃ。これはこれ、ほら。これやばくね、これ。これはなんて書いてるの？祝膳。これ開けていいし。なにこれ。え、すげえ。祝い膳ってもんだ。祝い膳とは名の通り、祝儀などの時に出す膳で、のすに通ずるのしや、喜びに通ずるこぶ、勝ちに通ずる勝ち栗など縁起の良い品々を捨て出すことが古来行われてきましたって。つまりこの上に馬券とか乗せればいいってことなのかな。勝てるってこと。ほら見て、すげえかっこいいんだけど。俺これにデバイス乗っけて7日行こう。見てかっこよくね。これ何乗せればいいんだろう。 お盆なのこれ。お盆ってこと。お盆なのかな。だからもう清めていかないとさ、ダメでしょ。だからもう7日の前とかはやっぱこうデバイスをこうやって置いてこう清めていかないとダメってことですね、多分ね。僕が読んだあの解釈としてはそういうことだと思います。勝ちに通ずる勝ち繰りなど縁起の良い品々の捨て出すことが古来行われてきました。だってほら、あ、そういうことやっぱり。お、ちょっと待って、このお盆の上でマウス反応する。え、なんで。てかなんかさ、すげえ恥ずかしかったんだけど、なんか
厄払いみたいな、その除災招福っていう、災いを避けて福を招くって書くんだけどさ、他のお客さんたちもいるのよ、何組かいて、なんか住所と名前を事前に書くのね。なんか書いてどういう意味合いでここに来たのかみたいな感じで書くんだけど、軽く、まあ俺らは除災招福で行ったから、なんかこう、なんかそいつ呼ばれんのよ、そのなんか始まんのなんか全部呼ばれんの。千葉県なんちゃらに住む高橋圭というものとかってやれんの呼ばれんの。なんかなんとかの災いを除き幸あらんことなんちゃらみたいな感じ言われて、でなんか他の人たちも全部言われんのね、住所とか全部なんか他の人はね、なんか車とかのあれだったね、なんか無事故とかそういうのもできるっぽくて、なんか南青山に住むなんちゃかなんちゃらフェラーリなんちゃらかんちゃら言ってて、そのフェラーリとかだけすげえ聞き取れて、ちょっとめっちゃちょっとニヤッとしちゃった。横文字言うんだと思って、そういうこと言ってた。なんか無事故でなんか車いいとこに導きたまえみたいなこと言ってた。なんかちょっと聞き取れなかったけど、フェラーリとかだけなんかすげえしっかり聞けたわめっちゃ面白かった。おみくじ引いてきたんですよ。なんか筒状のさ、あれにいっぱいこうアイス棒みたいなの入っててさ、こう穴からこう一本だけこうペッて出てきてさ、その出てきたアイス棒の中にこう番号書いてあって、その番号になんか書いてるそのタンスっていうかさ、なんか引き出しみたいなのがあるじゃん、いっぱい。そこの該当する番号のやつ引いて、中に入ってるこう紙をペッて取って見るってやつなんだけど、なんか今のっていうか明治神宮のやつはあれだった、なんか大吉とかなんかそういう吉とか書いてなくて、1年間のアドバイスが書いてるってやつだったんだけど、なんかね、なんか引き出しのとこさ、なんかちょっと穴開いててさ、見えるじゃん中の紙、なんか俺だけ金色だったんだよね、俺のとこだけ。なんかみんな白だったのに、なんか俺だけ黄色で、なんなんだこれ。 SSR 引いた。大見心、村疑問を心にとひて恥ぎざらば世の人いはいかにありとも、だしうちへのアドバイス全くわからない。自分の両親に聞いてみて少しも外るところがなければ世間の人は何と言おうと動揺することはありません。はい。世間の批評は千差万別で必ずしも一致しません。自分の両親に聞いてみて正しいと信じたならば他人の言葉に迷わないようにいたしましょう。両親は神に通じます。自信を強く持ちましょう。だってらしいです。神が俺の配信を見てるかもしれない。これが1年のアドバイスらしい。神も見ているストリーマーで、この酒はいつ飲めばいいんですか。これ飲めなくない、もったいなさすぎて。3万の酒ぞ、ここぞって時に飲めばいいのかなこれだってこれほら、なんかもう1回開けたらもう閉じれなくない。これとダメでしょ。あ、おつまみにこれ食べるって話なの。俺ふりかけ、ふりかけと、これなんかね、かつお節って書いてるんだけど、これ開けていいの裏にかつお節って書いてるんだけど、これ明治神宮のかつお節出てきた。あ、縁起いいんだ、かつお節って。へえ、おかかとかつお節が、個人酒は持ち帰った当日が一番ご利益ある。マジ飲まなきゃいけねえやん。じゃあ昨日なんだか、しかもまだ大丈夫。お料理目線高いとこってさ、どこだ。しかもこれはこれはどうすればいいの。これどうすればいいの。これも飾っとけばいいの。ちょっとわかんない俺ね。これ教えてよ、これの扱い。これは神棚ないっすよ。なもんナイス。だからこれはモニターの上に貼っといて
おお、モニターの丸々に置いてこう、これすごい神聖なる気持ちになりそう、清められてるわ。でこっちはやっぱ目線の上っすよね。もう天井しかないんだわ、俺の目線の上っつったら。だってこことか、あ、でかくて貼れねえ。3M のさ、両面テープで貼っていいかな。それしかないんだけど。お、怒られるかな、神さん。ちょっと待って、ない。俺神棚ないからさ、ちょっと。ダメ？分かってくれるよな。いいんだよ、俺はもうないんだよ。神棚作る金が3万出しちゃったから。退去するとき、あれだよな、多分。壁紙剥がれてめっちゃ取られそう。ああ、ロレックスがあったんですよ。ロレックス売ればいいか。ロレックス売った金で神棚作って運気を上げていく。そうだ、ロレックスつけていったからね。ロレックスももう何も、もう清められた。俺のロレックス、俺の全てが清められた。昨日明治神宮によってなんか言ってたんだよ、明治神宮にも言ってたんだよ。そういうなんかなんか除災招福って書いたお守りとか売ったって、いや俺ら今一番最高級のやつ受けてきたよねつって、いらなくないみたいな話して、マネージャーといらんくねみたいな、これが最強やんつって、一番上位互換やんつって、いやいらんくねみたいな、これがあれば最強でしょつって。まあでも僕はね、競馬をかけるのはね有馬記念って決めてるんで、僕は除災招福でね、払いましたが、有馬記念で当てるんで、そこでやっぱプラスですね。プラマイゼロじゃなくてプラスですね。運気貯めていくんで、こっから。悪いことあったら飲めばいいんだ。なるほどね。わかった。じゃあ悪いことあったら飲むわ。清めていく。この酒で。今後もしかしたら、後ろにさっきのお札みたいなやつ増えていくかもしれない。全国の、あの名のある神社に訪問してお祓いしていく、お祓いスタンプラリーしていくわ今後引っ越しして防音室さ、引っ越してさ、後ろ真っ白じゃん防音室って お札だけ貼ったったらめっちゃ面白くない、全国の名のある神社の。ゲームの神社はあれでしょ、ほら、最後の一人だ、なんだっけあそこ、ソフマップ、ソフマップさんでしょ、ソフマップさん2階どうでしょう、秋葉原の。あそこで絵馬描いて、絵馬で描いたことが実現するやん。岩手になりたいっつったら岩手文化大使になったし、次日本になりたいっつったのに日本にまだ慣れてないけど、まあでも日本で生まれましたからね、すでにやっぱかなってるかもしれない頼む、勝たしてくれ、はぁ、神様。マネージャーから送られてきてたんだけどさ、このお札完全体じゃないらしい、俺忘れてたわ。これにさ、これあったやん、これ、これを紐で結ぶらしい、こんな感じで。そう、忘れてた俺、だから紐ついてたんだ。これを持って終了とす、これっすね、これ発揮されてなかった、俺の効果まだ。どの辺これ、名前隠れちゃっていいなんか除災招福の方に入れてもいいし、あれだしな、この辺でいいかな。ちょっと結び方わかんないけど、リボ結びでいいのかな、こういうことだよね多分ね。俺全部名前隠れちゃうけどいいのかな、これで。でもこれで結んでくださいって言ってたもんな。これで最強です。ふふふ。みこさん見て見てって持っていこうかな。次の。
伊達に行こうぜの時に、これどうやるのって